旧ユーゴスラビアの民族分布。クリームイエローがセルビア人。セルビア人は主にセルビアやボスニアヘルツェゴビナのスルプスカ共和国を中心に住む南スラブ人。血統や言語はクロアチア人、ボシュニャク人とほぼ同じだが宗教が異なる。セルビア人には正教会信徒が多い。7世紀頃バルカン半島中西部に定住し東、ローマ帝国の影響下で 正教会を授容した。12世紀後半にセルビア王国を打ち立てて、セルビア人は東ローマ帝国から自立し、新たにセルビア正教会を樹立して、宗教上も独立を勝ち取った。14世紀半ばにセルビア王国は黄金期を迎えるが、その後急速に衰弱し、オスマン帝国の圧政下に置かれることとなった。ナポレオン戦争後に、 ウィーン体制が敷かれて中央の民族運動がほとんどの場合失敗に終わったにもかかわらずセルビア民族主義運動はロシアの後ろ盾で成功し1860年代にはかなりの自治権を認められるようになった1878年3ステファノ条約とベルリン条約を通じてセルビアはモンテネグロ、ルーマニアと共に再び独立を勝ち取った第一次大戦後に セルビア王国は、スロベニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナをオーストリアから奪取し、南スラブ人による共同国家ユーゴスラビア王国の建設を目指す。民族問題に頭を悩ませたユーゴ政府は、セルビア独裁体制を建設して、これに対応しようとしたため、クロアチア人との対立が深まり、第二次大戦中ユーゴはクロアチアに独立を許すこととなる。 アンティパベリッチにより70万人のセルビア人が虐殺された。対戦後もユーゴスラビアの構成員としてクロアチア人、スロベニア人、ボシュニャク人、マケドニア人と協調を図ってきたが1980年指導者地頭を失ってからはクロアチア人と再び対立を深めた。またコスボではアルバニア人とセルビア人との関係が険悪となり、 15年近くに、渡り、両者が激しく睨み合うこととなった。1992年には、ユーゴスラビア連邦共和国が成立しセルビアは、モンテネグロと共に、連邦構成国となった。その後2003年に、FRJ の国将は、モンテネグロ人アイデンティティ確率の風潮に合わせ、セルビア・モンテネグロと改まった。サッカーワールドカップが迫る2006年6月3日、 これに先立つ5月23日に行われた国民投票の結果を踏まえ、モンテネグロはセルビア・モンテネグロから独立を宣言。6月5日にセルビアがセルビア・モンテネグロ継承を宣言し、旧ユーゴスラビアは完全に解体した。また2008年には国連統治下にあったコソボが分離独立を宣言したが、セルビア政府は今日に至るまで承認していない。 セルビア人がとりわけ主要な地位を占めるセルビアとスルプスカ共和国では国旗の衣装や国章、国家は同じものを用いて民族主義色の強い文化を維持してきた。しかしスルプスカ共和国においてはこれらのシンボルを用いることがイスラム教徒のボシュニャ人やカトリックのクロアチア人に対する差別にあたる主張され2007年以降国章が2008年には 国家が変更されている。ありがとうございます。